今日も今日とて恥をかく、はあ、人気者にはなれない、一生笑い者だ。ねえ、面白そうなもの見つけた。ワンツースリーゴートレンズだって。チャンネル登録ね。痛くないよね。うわ、大成功じゃん。うわ、髪型が、メガネも外しちゃう。じゃあ新スタイルを試そうか。さあ、人気者のおとおりよ。生まれ変わったんだ。まあちょっとだけね。わあ、ここ人気だね。週末を過ごすにはもってこいだ。ねえ、同じこと考えてる？ああ、そうだね、任せて。はい。いやあ、どうも。ミニチーズケーキお二つで。クレカ払いにしといて。それは使えません。じゃあ、これは。それなら、どうも。デザートだよ、君の好きなフレーバー。ブレス？おい？あ、いや、おい、何やっとんねん。おう、本当ごめん。まあでも来ちゃったし。え、そういう振られ方ってあり？許せるもんか。絶対許さん。まずは自分が目立たないと。そう、この調子で真下まで。そしたら本物の魔法の出番。二重の結び目でギュッとね。そしたら上をこう入れて、肩をざっくり出す。袖が長ければまくって、かわいいトップスの出来上がりね。超イケてるファッションじゃない。ジェイク、まだ夢中？気づくまでこうしてよっと。グレース、その格好は。口にハエが入るでしょ。待って、私は。じゃあ服がダメなの？それなら私も真似しよう。は？うわ、やっぱ効果はてきめん。無料のラテはいかが？さて、寝る時間だよ、クマちゃん。明日は大事な日だからね。うおーい、なになに、わかるか。ああ、ロックね、ロック。うまいじゃん、練習してた？ベッドルームでロックショーね。見て、あの指使い。イエーイ。さあ、顔面ぶっ壊せ。そうだ、ロックだ。うお、グミが。ああ、床に落ちちゃった。青は大事だから。おいおい、ダメだぞ。なに？おい、泣くんじゃない。でも私のグミ。ああ、何だ。なんか悪いことしたな。いやー、こちらのシリコンリング、その隙間にぐるりとグミを入れます。そしたら上からレジンを流し込みましょう。ゆっくりと全部にたっぷりかけて、固まったらクールなブレスレットの出来上がり。ロックンロールだ、ベイビー。え、私に？さあ、手首出して。これでいつでもクマちゃんと一緒。すごい。さすが兄ちゃん。おい、ゆくれよ。いいね、あともう一つ。なんだ？このかっこいいシャツあげる。俺に？イエーイ、似合ってるよ、兄ちゃん。ピンクが似合うのが本当の男。トレーニングに来ました。その格好で？
ありえない。着替えて。着替え？でもこれしかなくて。だから呼べ。スポーツウェアはいいんだ。まあ、すぐ戻る。これいいな。準備よし。ここのどこに氷がある？スポーツって筋肉をいじめろ。これならダメだ。ダメだ。く信じられないお嬢さんだ。お次はだだく、なんて仕事だ。今度はどう？ダメだ。マジでこいつならどうだ。それはダメ。今度はどう？ああ、もう我慢の限界だ。なんでわかんないんだ。大声出さなくても。もうどうすればいいの？落とし物？使えるものある？いや、正直微妙。ない。何か。あ、これじゃん、これ。ちょっと手を加えればさ。ハサミで上向きに切ります。真ん中で止めて、それを返したら切れ目を広げます。これで終わり。いいじゃん、スポーツウェア完成。おお、それいけてる。手作りなんだ。スタイルいいじゃん。ありがとう。ああ、じゃあ行ってくる。はい、準備よし。言葉も出ないでしょうね。よし、じゃあ始めよう。ワン、ツー。あれ？終わり？始めたばっかじゃん。はい、どうも、こちらはジーナ。どうも、緊張する。こちらはグレース。ご機嫌いかが？じゃあ投票してくれ。どっちの格好が綺麗？投票はコメントに書いて。人気者になりたい皆さん、どんな服を着てみたいですか？チャンネル登録もお忘れなく。